高級チョコマツコ。こんにちは、アジーンです。今回はバレンタインデーにぴったりのガチャガチャを紹介していきます。それでは一つ目いきます。一つ目、今回は全てバレンタインをテーマにしたガチャガチャだそうです。楽しみ。いきます。美味しそうな感じなのかな。最近結構ちょっとね下品なやつも続きましたので、ここはね女子力全開でいきたいと思います。もうオナラップとか今日はやめてよ。ここに入ってたら多分振られます。ダメ、絶対送っちゃダメ。それはオープン。あ、これは私知らないな。新商品ですね。これザ高級チョコマスコット、言えなかったザ高級チョコマスコットボリューム2。ワン知らなかった。こんな可愛いガチャがあったの。うわー、これはすごい。ゴディバ感半端ない。箱に入ってますね。うわー、これはボックスアソートチョコです。この2番目に載ってるやつ、やばいな。この箱の中にさらにミニチュアのチョコレートがあるってことですよね。やばいな。オープン。あー、ぐちゃぐちゃになってるちょっとやり直したいなこれ。うわ、すごいリアルだ。やばいぞこれ。ハートはここの位置で合ってるの。これ方向、開ける方向を間違ったのか。私がハートがちょっと違う方向向いてますもんね、これ。あーもう一度いきます。オープン。こうだ。すごい可愛い。めっちゃ細かいです。でこのチョコレートはスクイーズではない。ただちゃんと一個ずつ取り外すことができます。やばー、もうね食べれそうですよね。これすごい細かい。このクオリティですよ。めっちゃかわいい。うわー、最近のガチャほんとすごいな。やばいですこれ。まず一つ目がザ高級チョコマスコットでした。続きまして二つ目いきます。二つ目、どこだ、ここか。いきます。オープン。明治チョコレートポーチ全5種類ある。わー、ホワイトチョコ、ハイミルクチョコレート、ブラックで、ちょっとシークレットなんだろう、すごい気になる。ん？このハイミルクチョコレートと、あ、そか、ここもこのミルクチョコレートも合わせての5種類か。なんだろうね、シークレット。このシリーズってピンクとかありましたっけ。え、何色だろう。赤がでもこの辺。シークレットなんだろう。これはちょっと違う、ノーマルっぽいですよね。わー、すごいしっかりしてる。ミルクチョコレート、この大きいやつ、この子ですね。ここに載ってるこの子が当たりました。ダイソーでこれと同じようなポーチをゲットしたことが前あるんですが、すごいしっかりしてるこれ。わー、ペンケースにも良さそうです。かわいい。いや、これは使える。なかなかガチャガチャにこの素材のポーチってないんですよ。お味噌汁のねマスコットのポーチとかはこの素材だったんですけど、だいたいねビニール素材のポーチが多いかな。すごい。布でもちょっとペラペラしてたりするんですけど、これかなり生地が厚いです。これ超おすすめ。いやー、かわいい。嬉しいですこれ。早速使おう。続きまして3つ目いきます。3つ目、いやー、ワクワクするな。今回はやばいです。オープン。あ、やばい、チョコ来た。これも1番目に出てきたザ高級チョコマスコットボリューム2のヌガーチョコ。アーモンドじゃないか、ヌガーですね。ヌガーチョコレートゲットしました。このヌガーって美味しいです。なんだ、飴っぽい、なんか入ってません。え、これはどんな感じなんですかね。一個一個こう分かれてる感じ。オープン。おー
ちっちゃい、おまかーい、うわー、キャラメルみたいになってます。2色入ってる、全部こう取り外すことが可能です。うわー、これはかわいい。このパッケージがね、すっごい美味しそう。このね、できたら中身、この断面も欲しかったな。すごいこれリアルじゃないですか。これ見たかった。いやー、食べたくなりますね、チョコ。続きまして、4つ目いきます。4つ目、これは過去動画にも出てきたプラネットチョコレートってやつかな。これはいつかね、 DIY で使いたいと思って取ってあります。いきます、オープン。わー、お久しぶり。これね、めちゃくちゃおすすめです、この粘土。あ、ただやっぱこれ、やっぱスライムかな。このスライムの部分でちょっと粘土っぽい部分がこうなってるので、やっぱスライムなのかな。これは甘い香り付き。今回は水星をゲットしました。全6種類です。私ね、この月持ってないと思うんですよ。この黄色はね、持ってない気がする。黄色以外はね、全部ゲットしたんじゃなかったかな。いや、冥王星、あ、持ってるな、冥王星。地球と月がない気がする。はい、地球と月持ってないですね。これは一つずつこう袋に入ってるところがおすすめ。あー、すごいいい匂いしてきた。グレープっぽい感じ。これしっかりこねてあげれば全然手につかなくなります。すっごいね、甘い、いい匂いがしてます。やばい、これ、うわー、ちょっとこのクラウドスライムっぽい要素もあります。ちょっとね、これ今緩めなので、放射水で固めてあげてもいいかもしれないですね。物によってちょっとね、差があるかもです。ただこれ本当にいい匂いしてる。うん、ブルーベリーかな、そういうベリー系グレープとか、そんな感じ。このね、ブリキ缶に入ってるところもおすすめです。このままガチャが出てます。続きまして、5つ目いきます。5つ目、きた、きました。このシリーズちょっとコンプリートできちゃうんじゃないかな。やばいやばいぞ、カプセルの色が違うもん。やばいやばい、いきます、オープン。きた、これはどれだどれだ。こちらもザ高級チョコマスコット。あ、あれ、これさっきとラインナップ違いますね。これが1だ。あらま、やばいやばい、さっきのが新しいバージョンで、これがね、最初の第1ですね。2タイプもあるのか、すごいな。じゃ、全10種類コンプしたいです、これは。高級板チョコレートダーク、これダークなんだ。ダークが当たりました。エクストラカカオ、甘そうだけどこれダークなんだね。うわー、やばいな。ちょっと待って、やばい、これはやばい、テンション上がります。これは包まれてる。やばい、包まれてます。これどうしよう、どうなってんのこれ。パキとかいかないよね、さすがに。それはやば、ここまで再現されてます。あのチーズのスクイーズのガチャガチャと似たような感じですね。うわー、やばい、本物じゃん。うわー、さすがに。あ、でもこれね、パキってできちゃうな。本当に力かければ割れますね。割れる、もし割るなら DIY で使います。これチョコレートとかの DIY やるときに、その動画の中で割ろうかな。今日はこう紹介だけにしておこう、ちゃんと戻しておきます。これはね、ミニチュア DIY できますよ。いよいよラスト6つ目いきます。6つ目、さあフィナーレのチョコレートは誰だ。いきます、オープン。おー、ホワイトチョコレート、これはワンだ。ワン、ザ高級チョコマスコット第1シリーズ目、高級板チョコレートホワイトゲットしました。このバラエティボックスチョコレートとか、この中身が見えないやつ、この辺気になりますね。箱の中が気になる。
ホワイトチョコレートもさっきみたいにアルミに包まれてる感じかな。だったら嬉しい。これも DIY に使えそう。いやー包まれてた。嬉しい。ちょっと逆だった。開けます。やばい。ミニチュアだけでクッキング系のスライム作りたいです。わー、やばいやばい。来た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 。めっちゃかわいい。これもパキッてパキッてできますね。これできる。どの方向からも本物みたいに切れるようになってる。いや、これはね、近々動画でバキッといきたいと思います。美味しそうな何か DIY ができたらいいなと思います。今回はね、選べないな。全部良かったからどうしよう。ガチャガチャに興味ない方もこういうミニチュア系の本物そっくりのガチャガチャだとやっぱり興味持ってくれるんじゃないかなって思いました。これだったら回してみようかなとか思うと思う。すっごい可愛かったです。個人的にすごく今一番気になっているガチャガチャが今日のねお気に入り、こちらの2つです。こちらを使って何か DIY ができたらいいなってね、すごく思ったガチャガチャでした。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の横にあるベルボタンをプッシュして全ての通知を受け取るにしていただくと最新動画の通知が届くようになります。サブチャンネルの方にもぜひ遊びに来てください。